自律神経が乱れた時に身体に起きる症状。自律神経が乱れた時には、身体には様々な症状が現れます。自律神経は、交感神経活動やストレス時に活発になると、副交感神経休息やリラックス時に働くのバランスを調整しており、このバランスが乱れると体調不良や不定愁訴が現れることがあります。主な症状、身体的な症状、疲労感や倦怠感、何もしていなくても疲れやすく、体がだるい感じが続く、睡眠障害、寝つきが悪い、不眠、夜中に目が覚める、早朝に目が覚めるなどの睡眠の問題が生じやすい、頭痛やめまい、突然の頭痛やめまい、ふらつき感が現れることがある、心拍数の変化や動悸、急に心拍数が上がる、動悸を感じる、脈が不規則になることがある、消化不良や胃腸の不調、食欲不振、胃の不快感じ、下痢や便秘、胃酸の逆流など消化器系のトラブルが生じやすい、手足の冷えやほてり、特に手や足が異常に冷たく感じる、または逆に熱く感じることがある、血行不良や血管の収縮が原因、発汗異常、異常に汗をかく多汗症、または逆に全く汗をかかない無汗症という状態が見られることがある、筋肉のこわばりや痛み、肩こりや首の痛み、筋肉の緊張感が続くことがある、精神的な症状、不安感やイライラ、理由なく不安感が高まったり、気持ちが落ち着かずにイライラすることが増える、集中力の低下や判断力の鈍り、集中力が持続せず、簡単なことにも注意が散漫になる、また判断力がなまることがある、情緒不安定、感情がコントロールしづらく、些細なことで感情が高ぶる、あるいは落ち込むことが多くなる。自律神経失調症。自律神経の乱れが長期にわたって続くと、一般的に自律神経失調症と呼ばれる状態になることがあります。これは特定の疾患がなくとも、体や心に様々な不調が現れる状態です。自律神経失調症は、日常生活のストレスや不規則な生活習慣が原因となることが多く、治療や改善には生活習慣の見直しやリラックス法、適切な休養が必要です。対策としては、規則正しい生活、適度な運動、リラックス法、呼吸法やヨガなど、ストレス管理が重要です。また、症状がひどい場合、外視の診察を受けることが推奨されます。